我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ剣心。望むところ、雌雄を決するわ今。おー、この雪村も負けておれませぬ。雪室、飽き昇ること、恋のごとく。恋は滝を昇り、キツツキとなれみ。真田大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは、軍師を追い立てる武田の策です。こちらはひとまず陣を取り進めましょうと。熱に浮かされたその時こそ、まず足元を固め。ありすみませぬ。お主が倒した兵、その重みを知り、そして背負いながらもなお歩むか。なんのこれしきのこと、押されたうちに入らん。戦にやりすぎなんていうもんはないんだぜ。このわしが見てるぞ。承知したまつ。俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。あなたが六番線一緒に早く逃げろ。ここはもう敵の陣だ。罪払いなら俺様がやるってのに。これほどまでとは思っておりませなんだ。敵対将を撃つまでお無理は禁物ですと。散りゆく人をまた愛しい。お主ならばまだ主の公敵するにふさわしかろうて。そなたの思い、不祥この雪村が受け止めた。
あの方のお心打ちが私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。剣心様、私という名の糸を送る。この愛しさ、かけがえなさ、貴様ごときにはわからない。武田が盛況、雷鳴がごとく轟け。忍びである前の女、そう思う時が増えていく。軍神の剣は膝をつかない。ま、この辺は危なげないさ。うん、お任せくだされ。拙者があのくの市の動きをじっくり観察いたしますれば。覚悟しろ。私は最後の一刀まで油断はしない。我らには毘沙門天の加護のみならず、将軍様のご意向あり。だって春日、あの方を守れた。この日の本にて幾度となく繰り返されし先帝の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。この場こそが日の本一の戦線やもしれませんな。はい、こう名乗りを上げましょう。軍神ならぬ剣、上杉の剣心。この命、武田が未来のためにとす。安心リスナー、迷いはさ。まだ落ちる。我は天にあら。好敵士に出会えたこと感謝する。私の剣線が見えます。一条の春の夢。おや、武田様。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る天下一の面者になってみせますぞ。おや